武田育は日本のタバコ屋経営者、タレント、歌手、俳優、武田哲也の実母、熊本県阿蘇郡小国町出身、小国町内有数の大地主の孫として出生。三人指定の長女であり、妹、弟が一人ずついた。しかし、祖父の死去と世界恐慌の影響で生活が困窮した末、両親が離婚し、8歳の時に父親により、 親族の家へ養子に出された。しかし、生活苦を理由に親族の家からも追われ、洋服屋の下手見習いを経て、17歳の時に幼馴染の村上義元と結婚。新中軍兵士のハウスメイド、タバコやクリーニングの取り継ぎなどの傍ら、次男三女を育て上げた。1949年4月11日午前11時56分、徹夜を出産。 1973年息子、哲也のシングル、母に捧げるバラードのヒット以来、本業のタバコ屋を続けながら、子育てなどをテーマにした公演などを年100回以上こなした。ホノルルマラソン完走という経験もある。その他、ローカルタレントとして、CM 出演などでも活躍していたが、1998年10月19日午後10時50分、肺動脈血栓のため、 福岡市南区の福岡赤十字病院で死去。78歳没。ありがとうございます。